ゾンビ作品と銃の話。ゾンビ作品と銃の話。まあ、よくテレビドラマとか映画とかでゾンビものというかね、ゾンビ映画というか、ゾンビドラマというかね、ありますけども、まあ、海外ドラマでウォーキングデッドっていうね、長めのゾンビドラマがあるんだけども、まあ、これをね、モデルにしてお話しますと、まあ、ゾンビがね、いっぱい出てきちゃった世界で、まあ、政府とかの機能は失われてると。で、人々はバラバラにね、集落を作って、サバイバルしてるみたいな、そういう状態で、まあ、その中で武器として、最も強いのが銃であると。これは、ゾンビを遠くから倒すのもいいし、なんか人間がね、襲ってきた時に戦うのも銃で戦うと。まあ、銃があればですね、まあ、子供でも、女性でもね、非力な人でも、その剣とかね、持てないような人でも、一応身を守れるので、牽制できますよね。こんなに簡単に来るんじゃないぞっていう感じで。こっちもやるからな、みたいな感じで。うん。だから、銃の有無が、こう、勝敗を分けることもあるわけ、多いわけですね。もちろん、ゾンビに対しては、接近して、なんか、斧とかでね、叩くよりはですね、銃の方が安全性が高いっていうね。ただ銃の場合は音がしてしまうので、この、他のゾンビを呼び寄せるっていうね、こともあるんだけど、まあとにかく、子供とかがゾンビを倒すのもなかなか難しいですね。頭に手が届かないから。うん。斧だったら、こう下から行くのかってことになっちゃうからね。はい。あと女性でも非力の場合は斧とか持ち上がらないから、やっぱり銃が有効だろうと。うん。いうことで、銃はね、やっぱりいいんですよね。ゾンビの世界では。使えるというね。で、これ、ウォーキングデッドの場合はアメリカ合衆国だから、もともとね、拳銃とか、ライフル銃とかはそこら辺にいっぱいあると。はい。だから、その銃の入手については困らないわけ。うん。警察しか銃持ってませんとかね。普通の人は銃持ってませんっていう日本とは違うから。だから、銃を集めるとかは、まあ、簡単なわけですね。うん。それでね、まあ、銃は、使ってもそんなに、壊れないですよね。もう壊れるんだけど、ああ、そこまで壊れないと。うん。だから、むしろ銃弾の方が貴重なんだよね。銃弾。弾ですね。で、銃弾は使ったらなくなるし、消費したらね、なくなるし、たくさんこのストックしておいてもですね、やっぱり、大量のゾンビをね、と戦うには銃がいっぱいいるだろうし、それから、なんか人間と戦うときにはやっぱり一発二発では倒せないですよね。何発も撃たなきゃいけないから、向こうも銃だからね。撃ち合いになるし、特に集落を守るんだったら、やっぱそれなりの銃弾の数はね、持っておかなきゃいけないと。で、銃弾っていうのは畑から生えてくるもんじゃないから、使ったらなくなるわけですよ。で、どこで、入手できるかもわからないと。もちろん銃砲店とかね、残されてると思うんだけど、そこはもう抑えられてると。はい。で、一般の家庭ね、こう漁ってもですね、そんなに銃弾がたくさん出てくるようなこともないと。うん。ですからね、銃弾こそが最も貴重な、ものというかね、アイテムというか。銃よりも銃弾なんですね。で、このウォーキングデッドでね、それがよく表現されてるのが、ユージーンっていう、まあ、オタクというか、技術者というか、天才というかね、数学がよくできるんだけど、そういったね、頭のいい、ちょっと太った男が出てくるわけ。途中でね。で、この男は最初ね、どうしようもない、ヘタレでですね、すぐ逃げちゃうし、すぐ仲間を裏切るし、もう自分が生き残るためだったら何でもするっていうね。で、もう、誰か守るってこともしないし、どうしようもないですね。はっきり言って。で、戦闘能力も少ない。逃げるだけだから。もう、どうしようもないですね、本当に。だけど唯一、銃弾の作り方を知ってるというかね、勉強したんじゃないですか。銃弾の作り方、作れると。つまり、銃弾作りのね、専用のマシンみたいなんですね。
で、それがあれば素人でも作れるかって、それは疑問なんだけど、火薬の作り方とかね、火薬をどう詰めるかとか、全部知ってるわけね。覚えてるというか、まあ、で学んだんでしょうね。で、頭がいいんでね、それが全部できちゃうんだけどね。DIY で銃弾を作れる。つまり、この、銃弾の火薬をもう一回再充填して、リサイクルできるっていうね。そういう特殊な、技術を持ってるんですね。で、それがね、それがあるんで、みんなね、友人なんですね。後半特に。友人の取り合いみたいな。主人公リックも、それは友人がいた方がね、銃弾も作り方も知ってるし、あと他のことにもね、僕頭が回るんですね。みんなができないできないって困ったって言ったら友人が来て、これこうやったらいいんじゃないかみたいな感じで。これ友人にとっては、集団を生き残され出せるというか、自分自身が、ね、生き残りたいからアイディア出すんだけど、だけどそれが的確なんですね。うん。それからですね、敵型のね、ボスみたいなのも、友人がこの頭がいいってことを知ったりとか、あと銃弾の作り方を知ったり、知ってるってことを知ったりとかしてですね、友人をさらっちゃうとかね、あるいは仲間に引き入れるみたいなことをやるわけ。殺さないでね。友人に戦闘能力ないから、いつでもね、バットでぶん殴れば死んじゃうからね。あるいは、まあ、もうなんかに食わせてもいいですよ。ゾンビに食わせてもいいです。助けなきゃいいわけだから。だけど、友人は助けるんだね。他にね、すごく魅力的な、幹部とかね、あと、正義感があるものとか、あと責任感があって仕事ができるものとか、たくさんいるんですよ。リーダーシップのあるものとか、たくさんいるんだけど、なんか友人が優先順位一番なのね。その、リック、主人公ね。それから、敵のボス、いますよね。その次、友人なのね。だから常にナンバー2みたいな。そういう扱いなんですね。VIP なんですよ。そりゃそうですよね。弾丸が作れるから。無限にこう、武器がね、使えるっていう。これ何が言いたいかっていうと、ゾンビを無限に倒せるし、なんか、気に入らない集落とかあったら襲いに行って、こっちの方が銃弾たくさんあるからね。弾丸がたくさん持ってるから、しかもいくらでも作れるから、有利なんでね。だから弾丸の数というかね。はい。それがね、決め手なんですよね。これはね、何もゾンビ作品だけじゃなくて、なんか、戦争とかね、起きてしまった時に、銃も当然必要なんだけど、銃はそこまでバカすぎて壊れないから。で、壊れても直す術とか多分あると思うんでね。だけど、弾丸は、ね、貯めとかないと、あるいは作り方を知っとかないととか、作るキットみたいなね、あるいはその火薬の作り方とか、押さえとかないと、結局長期になったら負けるぞみたいなね、こともあるし、今のご時世ね、2022年の10月ですけど、今、まあ、戦争とかあったらね、そうなるぞみたいな、そういう学びもあるわけですね。はい。ゾンビ作品とね、銃のお話でした。